ハーバリウム歯車とネームプレート。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回のボールペンデザインすごく迷ったんですけれども、こういった感じでカラーに合わせてアンティーク風の仕上がりにできればなと思い出来上がった作品です。それでは早速作っていきたいと思います。今回こちらゴールドのようなベージュというカラーだったんですけれども、こちらのボールペンを使って、中にこういったアンティーク風のデザインシートを入れていきたいと思います。どちらにしようか迷ったんですが、カラーを合わせてこちらのブラウンの方を使うことにしました。そしてネームプレートにはこのキャンドゥさんのシリコンモールド、今回はこちらを使って、名前作っていきたいと思います。こういったものですね。どんな風に仕上がるのか楽しみです。近くで見るとこういった感じでとても小さなアルファベットの型が作れるモールドですね。ネイルパーツ用と書いてあったので、このくらいの大きさでしたらネームプレートも、いい感じに作れるんじゃないかなと思いました。そしたら、レジン液を出して黒のブラックのカラージェルを混ぜてブラックのレジンを作っていきます。書いてもいいんですけどね、今回はこちらのパーツを使って少しぷっくりした仕上がりにできるかなと思い試してみようと思います。そしたら、このちっちゃいアルファベットのところに少しずつレジン液を流していきます。こんな感じですね。 P を作ったら A のところにレジン液を流していきます。そしたら少しはみ出たレジン液をスティックに取ってきれいにしておきます。周りをそぎ落とすとしっかりとアルファベットの文字が浮かび上がってきました。結構きれいに仕上がりそうですね。そしたら R と U のところにレジン液を流して、今はたっぷりのせておいて後からそぎ落としていきたいと思います。なかなか小さいスペースなんですけれども、この段階ではちょっと心配なんですが、そぎ落としたら綺麗に形が見えるので、濃いカラーでも大丈夫かなと思いました。はい、こちら側もこのちょっとした隙間なんですが、ここもそぎ落として綺麗にしておきます。はい、そしたら上からランプを当てて硬化したいと思います。硬化が終わりました。まずは、パルという文字を作って取り外していきたいと思います。ちっちゃいパーツが出来上がりました。なかなかしっかりしているかなと思います。そしたら、すべて取っていきますね。はい、 A も取り出すことができました。そしたら、こちら R もひっくり返して U もひっくり返しておきます。はい、とってもちっちゃくて薄いパーツなんですけれども、しっかりとした作りだなと思いました。筆で書くよりは手書きよりはしっかりとした厚みが出るという感じです。そしたらこちらプレート状にしていきたいと思います。ノンワイプのトップコートをこの辺りに横に滑らせるように塗っておきます。はい、そしたら、先ほどのパーツをこの上に順番に並べていきます。はじめは歯車と一緒にハーバリウムの中で揺れるようにしようかなと、動くようにしようかなと思ってたんですけれども、この軽さだとちょっと動かなさそうなので、プレート状にして扱いやすくしておきました。はい、並べ終わりました。ちょっと曲がってるので微調整をしていきたいと思います。硬化の前にしっかりとラインを揃えておきます。それでは硬化します。硬化が終わりました。そしたら、こちらシリコンマットの上に置いてあるので簡単にペリッと剥がすことができます。はい、パールというロゴマーク、少しぷっくりした印象で作ることができました。ここから見るとこういう感じですね。それでは同じ要領でチャンネルというのも作っていきたいと思います。パールだけでもよかったんですが、パルチャンネル今回は少しシンプルだったかなという印象なので、もしネームプレートをメインにしたボールペンにしていきたいと思います。はい、最後
L を乗せて微調整をして硬化をしたら、こちらのプレートも完成です。パルチャンネル、これ両方使うかどうか迷ってたんですが、使っていきましょう。そしたら今度は中に入れるこのアンティーク調の A 字のフィルム、このあたりを使いましょうかね。こんな感じで作りたいと思います。で、先にカットしておいたこちらのちょうどいいサイズのもの、こちらを合わせて使いたいところをカットしていきたいと思います。この地球儀のような絵を入れたいので、ここに合わせて、初めは大まかで結構ですので、カットして後から微調整をしていきたいと思います。やっぱりこの A 字のものが入るとアンティークっていう雰囲気になるかなと思ったので、こちらを選んでみました。色が合ってますよね。はい、そしたら中に入れて確認してみたいと思います。ぴったりですね。この後蓋をするので、その部分、カットしたいと思います。ちょうどこのあたり見えなくなるので、このあたりをカットして、はい、これでちょうどいいかなと思います。ちょっと入れて確認してみますね。入るとこういう感じで見えそうです。やっぱり使いましょうかね。パルだけにしようか、チャンネルも入れようか迷ったんですが、今回はロゴ風にネームプレートを作っていきたいと思います。そしたら、今カットしたこのフィルムの上にもう一度ノンワイプのトップコートを塗ります。そしたら、ちょうどいいところにこのパルというプレートとチャンネルというプレートを配置して硬化したいと思います。このあたりにしましょうかね。それでは硬化します。はい、硬化が終わりました。ネームプレート出来上がりました。しっかりとした作りになっていていいですね。手書きとは違ってサイズや文字の形なども合っているので、カチッと決めたいときはこのパーツおすすめです。それでは、セッティングしてみましょう。どんな感じになりますかね。はい、右手で持った時にこう見えるようにこちらの向きにしてみました。それでは、ハーバリウムオイルをスポイトにとって途中まで流していきたいと思います。これはもうネームプレートがメインですね。最初は歯車のイメージだったんですけれども、このネームプレートがしっかりとした作りになったので、こちらをメインにしたいと思います。このくらいまで入れたら、歯車、ちっちゃいパーツとゴールド の, 穴の開いていないビーズを中に入れていきます。で、このネームプレートの裏側にもゴールドのビーズを入れておいてください。ちょうど真ん中で半分に分かれているので、裏と表両方から動くパーツが見えるようにしておきたいと思います。はい、そしたら、最後残りの部分、ハーバリウムオイルを入れていきたいと思います。はい、ギリギリまでオイルを入れたら蓋をして完成です。よいしょ。ちょっと入れすぎちゃったんですけれども、中でネームプレートずれないように固定したかったらここまで入ってしまいました。そしたら接着剤をつけて、この周りにもつけて、ボールペン部分を差し込んだら、よいしょ、はい、完成です。今回はネームプレートと動く歯車、アンティークなものをちょっとイメージしてたんですけれども、アンティークっていうよりは、オリジナルネームプレートのボールペンになったかなと思います。もう少し歯車が量が多かったら、アンティーク風にも見えてたかもしれないですね。ですが、このネームプレートを隠したくなかったので、少しパーツの量を少なめにしておきました。普段は下の方にパーツが固まって落ちている状態で、少し逆さまにするとパーツが動く、そんな感じのボールペンですね。今回ベージュというカラーで歯車を入れてアンティーク風にしようと真っ先に思ったんですけれども、
落ち着いた感じの雰囲気のボールペンになったかなと思います。ゆっくり落ちていく姿はハーバリウムらしくて好きですね。実際に使うとこういう印象でしょうか。カラーはとても落ち着いていて合っているのでいいかなと思いますが、ちょっとデザイン難しかったですね。今回中のパーツを動かしたくて眺めているとなかなか作業になりませんでした。ハーバリウム、歯車とネームプレートでした。チャンネル登録とTwitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。